こんにちは、有馬です。いつもご視聴ありがとうございます。感謝しています。今回は覚醒者の大きな特徴についてお伝えしたいと思います。まあ今までも覚醒者ってこういう人ですよ、覚醒したらこうなりますよってお話は本当にたくさんしてきたんですけれども、もう一つですね、本当に大きな特徴があるんですよ。それはですね、覚醒者は自分を満たしきっている人、自分のことをもうこれ以上満たさなくてもいいというところまで完全に満たし終わってる人のことですね。これ何かというと、人は不足感というのを感じると、人へ何かしてあげるとか社会のために何かするとかいう余裕がありません。例えば十分なお金がないときは人に何かプレゼントをしたり何かご馳走をしたり、そういうことの余裕がなくなりますよね。でも余裕があったら、普通に生活をして行きたいときに旅行に行ったりとか、まあ、やりたいこと、欲しいものがある程度買えたりしたら、それ以上お金が入ってきた時に何か人にしてあげようかなとか、何か寄付をしようかなとか、そういうふうに自然に思うようになります。まあ、お金に限らず、時間がない人というのは時間いっぱいいっぱいで誰かの手伝いをしたりとか、誰かの話をゆっくり聞いてあげようとか、そういう余裕がなくなりますよね。自分自身の心の余裕がないうちは、自分が満たされないものに対して少しでも満たそうとするんですね。この前言った今自分が持っている10分の1のお金だったり時間だったり労力だったりを自分以外の人に与えてくださいよって言っても、なかなかこれができない人もいるんですね。で、やったとしても気持ちよくできない、いやいややってるしこれをしないといけないんじゃないかという、心からそれを喜べない。で、もしそうであれば全て自分のためにまず使ってください、そういう方はですよ。で、それ以外の方はもちろん波動を上げていく下士に向けて少し人のために何かするっていうのはやった方がいいんですが、それが難しいというのであればかなりの不足感があると思うんですね。で、ここをそういう方は先に満たしてくださいよと。で、覚醒した人はもう満たす必要がないんですよ。一回十分満たしてしまえばもうそこから満たそうと思わないんですね。もちろんなんか時間の余裕がなくなったりとか、たまにはすることがあるかもしれませんけど、そういう時以外は心は余裕があるわけですよ。で、そうすると人に気持ちよくなんかしてあげたいなって自然に思うんですね。だから好きでやってるんです。もう覚醒者ってしたいからただやってるだけなんで、偉いねとかでも何でもないんですよ。自分を満たすことがもう終わってるんだったら、なんか他のことをする、自然に他の人に目が向きますからね。なんかそういう人のことが考えられない、自分に全然余裕がないことが悪いことだと捉えてる人もいるんですね。で、これはもう間違いなんですよ。覚醒者も覚醒する前は余裕がなかったんです。自分のことで精一杯だったし、その自分さえ満たすことができてない状態だったんですよ。だからそういう方はまず自分を満たしてください。そして少し余裕ができたら、人のことも何かしてあげてください。人には段階というのがあります。で、その自分に合うことをやって、一段一段やって登っていくっていうプロセスを誰でも歩いてるんですよ。一気に登れないし、飛び越してするってなかなかできないんですね。だから今すごく余裕があって満たされて、覚醒もしてて、人にいろんなことをしてあげてる人もそこに急に行ったわけじゃないんですね。前は本当に何も余裕がない状態から自分を満たして、そして少し余裕ができて、その分だけ社会や人に貢献をして、それを少しずつ広げていって今という状態に来てるんですよ。
まあ、今自分がどんな状態なのか、自分の奥の方を見てみてください。だって何か人にした方がいいですよって言われた時にどんな気持ちになるかってことです。で、日々いつも自分のことを考えていっぱいいっぱいになっているんだったら、まずは自分を満たすことですね。確かに夏至は近いですし、本来は地球の波動に合わせて自分のことだけじゃなくて人に何かしてあげるとかをした方がいいんですけれども、夏至っていうのは一つの目安ではあるんですけども、まだ全然自分に不足感がある方はまずは早急に自分を満たしていってください。そして満たされたっていう感があった時に、その時だけちょっと、何かほんの少しでも他者にしてあげる、そっちの方がかなり波動って上がりますし、地球の波動に近づきます。じゃあ今日はまず自分の中にかなりの不足感がある方はまず自分を満たしてください。そして少し余裕ができた時に、その少しの分を何かしてください。そしてある程度まあまあ満たされている方は、自分の持っているものの10分の1を、他者に分けてください。そして完全に満たされている人はもう人のこと、社会のこと、そういうことを考えてやっていってください。では次回は具体的なね、自分の満たし方についてお話をさせていただこうと思います。はい、じゃあ今日は以上になります。それではまた。